はいえー、と去る6月2日、東京地裁で、全国プラグ調査事件の弁論準備手続きがありましたで。コロナウイルスで裁判所も結構大変なことになってまして、本来、この弁論準備手続きは4月8日に行われる予定だったものが延期されて、えー、6月2日になったっていう経緯があって、しかも電話会議でですね、えー、一応あの、法律というか、まあ、規則で、 えー、この弁論準備手続きは電話会議でもできることにはなってるんだけども、本来はですね、えー、原告被告がそれぞれ遠隔地に住んでる場合っていうような時に使うようなもので、だから、 原告被告の一方は出ないときいないんですね、裁判所に。で、まあ今回の場合はね、もう感染症対策という、まあ、異例の理由で電話会議になったんですけども、解放同盟側の代理人一人が裁判所に出頭して、まあ、それ以外の関係者は電話で参加という、まあ、かなり異例な、えー、やり方になりました。で、そこで話されたのが、口頭弁論の再開をどうするかっていうことですね。で、ここもやっぱりコロナウイルスの影響が出てまして、 裁判所としては、えーまあ、前だったら100人入れる、えー大、いわゆる大法廷でやってたんですけども、まあ、そこを今回も使うんだけども、今回は30人しか入れないんですね、やっぱりその間隔を空けて座らないといけないということになって、えー、そしてしかもですね、一般傍聴に割り振られるのが、おそらく15席。 で、残りを特別傍聴席ということで、被告と原告の関係者に割り振るということになっているので、まあ、私の方も何人か確保できると思うので、もしどうしてもね、傍聴したいっていう方があれば、事件者の方で連絡していただければ、えー、ちょっと、裁判所の方に頼んでいます。それで、あと、証人尋問なんですけども、まあ、証人が出て、それでいろいろ、その、 聞いていててくっていうんですけどとりあえずね、参加するのは、自転車の2人。で、あと、解放同盟側は、代表として、片岡さん。あと、半曹被告になってる、えーと、集会から三品君を追い出した件ですね。あれ、半の被告になってる川口君。まあ、そのとあとですね、えー、全国ブラック調査と、あと部落、ブラック解放同盟関係人物一覧。あれに関連して、それぞれ3名だから、まあ、合計、 すると、まあたいね、全部で10人ちょっとぐらいになると思うんですね、証人尋問の対象が。で、法廷の中もね、えっと発言をする人は2メートルの間隔を取るように、それが1メートルの間隔を取るようにっていうので、多分ね、口頭弁論もちょっと変な光景になると思います。みんな離れた状態でやるっていうことになるんですね。はい。で、 それで、あと、解放同盟側からね、いろいろね、書面届いてるんで、読んでみたんだけど、もういよいよ本性を表したかっていう感じで、もう解放同盟のね、とんでも理論のオンパレードでね、え、もう皆さんおかしいと思ってるんだけど、解放同盟ってその在日コリアの問題とか、あとは LGBT ですね、最近は。そういうものにやたら首突っ込んでいるでしょそれで、解放同盟が書面で主張してるのが、 このまあ、解放同盟関係人物一覧はもうアウティングだとね、で、し,しかもその、まあ、全国部落調査を含めてヘイトスピーチだって言い方をしてるんだけども、まあ、そもそもそういう言葉を使うのがおかしいんですよ。まずヘイトスピーチっていうのは、これは、あの主に在日問題に関して出てきたもので、その部落問題に関する話じゃないんですね。そもそそももブラック問題でそんなヘイトスピーチ っていう風に問題になったのはせいぜいあの水平社博物館に凱旋かけたの、ね、元在徳会の川東大くんぐらいでその人にいろいろ汚い言葉を見せて、ね、吊るし上げるっていうのはどっちかと,いうとその解放同盟がやってたことなんでそのブラック問題にそのヘイトスピーチって当て,当てはめたらそれはあんたやってたのあんた,あんたらじゃないのっていう話になると思うんですよね。それで えー、あと、アウティングとかカミングアウトっていうの、これ、LGBT の話なんですよ。で、ブラック問題にちょっとアウティングってね、当てはめたら、これも、アウティングしてたの解放同盟とか、あと、あと、行政じゃないかって、これも思うんですよね。LGBT っていうのは、その、まあ、ゲイだとか、そういうのはあくまで個人的な問題なんで、個人個人の問題なんで、それは、その、アウティングっていうのは、まあ、 アウティングだとかカミングアウトっていうのそれぞれまあ個人の問題とかにな,かなってくるんですけども、このブラック問題についてはまあ解放同盟曰く、うん、その土地の問題だそうなんで、とすると、そのアウティングとカミングアウトの違いって実はあんまりないんですよ。ブラック問題については。 例えばまあかつてやってたブラック民宣言ね、学校で。あれもブラックのね、児童生徒は前にずらで並んで私たちブラック民ですって泣きながら喋る、まあすごい気持ち悪いその教授みたいなのあったんだけども、あれもその集団でやるっていうのもね、やっぱりそうしなければいけない理由があって、一人でやっても意味ないんですね。小学校なんかだともう登校班っていうのがあって、その自治会ごとに登校するわけでしょ、集まって。だから一人の人が あの僕ブラック民ですって言ったら、もうその投稿班で分かっちゃうじゃないですか。その自治会の投稿班の人全員が、そこはブラックなんだなっていうことで分かっちゃうんで、その一人カミングアウトしたら、それはもうその地域全体でアウティングするのと同じことになってるんで、だからブラック問題に関しては LGBT と同じようなアウティングとかカミングアウトってことは成り立たないんだから、だからそういうものを無理やり そのね、ブラック問題適用して、なんていうか繋がってる系っていうかね、無批判にその、同一視するっていう考え方がまずそもそも間違ってるんじゃないかと、いろいろ誤解を生むんじゃないかなという。で、そのやっぱ小学の方に、あ、阿久沢マリコさんですよね。僕、阿久沢マリコさんをね、いろいろボロ、ボロカスに書いたんですよ、あの、準備書面で。そしたら相当ね、阿久沢さん悔しかったみたいで、いちいちあの、あの、反論、 反論の第二意見書っていうのを出してきたんですね。まあそんな、ね、大阪市内の教授様ともあろうものがね、こんなうさんくさい土白太相手にそないちいちね、必死になってね、反論するっていうあたりで、もうその縁で、もうあの人自身もね、自分の言ってることが、ね、こうやって長々と説明し,しないといけないぐらいね、もう脆弱なものだっていうか分かってるんですよ。で、もうその反論っていうのも無茶苦茶でね、いや、その、 まあ結局もうその死の交渉って一昔前の考え方ですよ。その身分で、その身分は固定されてて、住む場所が決められててって。でもそんなことはもう今の,の歴史学でそんな否定されてるし。あとね、その差別っていうのは、えー、する側の問題であって、それをされる側の責任にするような態度が、その、 その自転車の側にはあるみたいなことを言うんだけど、まあ普通ね、する側、されする側って言ったら、あの行動の問題だと思うじゃないですか。だけど、その阿久沢さんとかね、あの解放同盟側の人たちの思考っていうのは、もうこんな人の問題って捉えてるんですよ。つまり、その何、何かの行為がこれが差別する行為だっていうふうに見るんじゃなくて、その、ブラック出身者とか解放同盟員だったら、 もう常に差別される側なんだとでそれ以外はもう生まれつき差別する側なんだとっていう、まあ、そういう、ね、ものすごい専民主義的で、まあ、それ自体がものすごい差別的な考え方なんですけどもんそういうことを普通に言うんですね。であとね、まあ、僕は一番怒られてるのがあの伊勢原の部落に僕がね、えー、やってみたって言って部,部落に転籍して部落民になって。 なりましたってて動画上げてるんですよあれにやっぱり解放同盟相当怒っててでその伊勢原の藤川さんね亡くなったんだけどその人の、まあ、親族の人が訴訟訴訟を継承してでいろいろ書いてるんですけどそれもうわこんなこと書くかなっていうことで、うん、なんかすごいこと書いてましたよえー、っとああ 「なんか我が同胞が過酷な被差別体験で傷ついてきたどうのこうの」って書いて「我が同胞」ですよ。同胞ってまあ腹からですからね兄弟っていう意味ですからねいや兄弟じゃないでしょその別にブラ民クミンだからって言ってその全国的にそんな。 特別な血縁関係があるわけじゃないんだから、だからそういう考え方ってまさにものすごい差別的な考え方、差別者の考え方です。で、僕にも、僕にね、その、いわゆるこの、ちょっと差別者っていうのかな、そういう人から電話かかってくる人が、 るることがあるんで、すよでそういう時に、なんか変なじいさんが電話かけてて、その、その、ど童話のね、あの、血が自分の親戚には入,入ってほしくないから、いろいろ教えてほしいって言うんだって、いや、そんな童話の血なんてないんだってって僕は一生懸命説明するんですよ。そんな、血とかないって、今じゃ完全にね、もう土地の問題っていうふうにされちゃってるし、で、歴史に遡っても、その、 ある血統関係が全国的にそんなね、部落っていうものの血統関係が広がっていたんで、そんな証拠ないよって言って僕は一生懸命説明したんですね。くしくもね、その頭のおかしいね、まあ、どっちかっていうと差別者っていうふうに言われるような側のね、人とね、全く同じ発想してるんですよ、解放同盟の。人がね、人がっていうかその、まあその、伊勢原の解放同盟員の親族ですよ。しかもその人沖縄出身なんですよ、元はね。 まあ親族っていうか姻族ですわ。だから血のつながりがあるわけないのに、同胞って言うんですよ。ちょっとど、どういう洗脳のされ方してるんかなと思う。だから、その、まあ、解放、その解放同盟員とかそのブラック問題ってね、差別者とか差別する側って言うけど、まあそもそもね、その世の中の人間のもう9割とか99%がぐらいは別に差別する側でも差別される側でもないんですよね。で、 その解放同盟の人が言う差別する側、差別される側っていうのは、やっぱある意味ちょっと頭のおかしい。よくそのね、あのこの水に手が、手かざきするとね、美味しくなるとか病気に治るとかそういうのを信じちゃう系ちょっと、ちょっと、I、IQ が低いっていうか <laughs>、まあそんなこと言ったらいけないのかもしれないけども、そういうちょっと陰謀論的なものを信じ込むような感じの人が、その部落っていうのは全部血統で繋がってて同胞なんだと、自信立てられてるんだって、なんかそういう、 もう本当陰謀論的な、もうちょっと頭のおかしい、そういう幻想っていうのを刷り込まれて、で、それで自分がね、えー、部落出身じゃなかったら、多分おそらく解放同盟から、お前は差別者だって言われる側になるんでしょうね。で、その人は部落出身で、ね、それで解放同盟に入ったら、その、なんていうかな、差別する側になるのかな。だから、その、言ってみれば、ちょ、ちょっとね、ものの考え方がおかしいっていう。 人がね、えー、そういう人が、まあ、その、部落に関係してるかどうかで差別者になるか、差別、あのそういう差別を糾弾する側もあるって、まあそういう話だと思うんですよね。だから、やっぱこういうことなんだなって確信しましたよ。だから、ちょっとやっぱ解放同盟のね、まあ解放同盟の中でもね、まあいろいろいますよ。 え、進んで入った人もいれば、まあ、付き合いで入ってる人もいるし、あるいは本当に真剣にね、真剣に、真剣なだけじゃなくて、ちゃんと論理論的に物事を考えられる人っていうのもいるんだけど、まあ、そういう人はもう主流から外れていっちゃうわけだけども、ただやっぱこの、こういう今回のね、原告で、まあ、本気になってね、この訴訟に取り組んでるような人ほど、やっぱり、あれかな、 いわゆるちょっと陰謀論めいたものを信じる。非科学的なことを信じてしまう。疑似科学みたいなものを信じてしまう。だからやっぱそういう人で、だからもうほんとね、解放同盟員っていうのは、やっぱ差別する側と紙一考全く同じ思考なんですよね。その、全くその、 迷信を信じて、その差別する側っていう思考を抜けられない人が、自分がそのブラックミンだっていうね、そういうアイデンティティだけをよりどころにね、うん、自分は差別者ならないんだ。だからね、えー、絶対的になんかこう、道徳的に優位な立場だっていうふうに勘違いして、で、まあ言ってみればここがもう僕は前からいじめの論理って言う,言うんだけど、自分がそのね、標的にならないために必死にブラックミンっていう、 ことこをアピールしてなんかすごく異常なことを言ってそのなんかねいわゆる一般人というのは仲良くしようとはせずに敵意を向けていくっていう、まあ、そういう構造があるんじゃないかなというふうに思いました。うん、ということで訴訟の資料とかね裁判の様子とか事件者のサイトに上げてますので是非見ていただければと思います。 いただければと思います。あと自転車で報告していただいて、その裁判に対してね非常に深い関心を持っている方にはもう全部の裁判資料を見お見せすることもできますので、ぜひあのブログの方もご覧ください。では今日の裁判レポートでした。